皆さんこんにちは。サッカー元日本代表の大久保嘉人さん。大久保嘉人さんは現役時代3年連続得点王や日本代表に選ばれるなど輝かしい功績を残しています。過去に日本代表としても活躍された。大久保嘉人さんがカタールワールドカップ初戦のドイツ戦を11月23日に控えるサッカー日本代表について言及されています。今回はそんな大久保嘉人さんによるワールドカップでの日本代表の展望について調査しました。まずは簡単なプロフィールからご紹介していきます。名前、大久保嘉人。生年月日、1982年6月9日。出身地、福岡県京都郡神田町。身長、体重、170cm、73kg。血液型、A型。小学校3年生の時に、地元にある神田サッカースポーツ少年団に加入し、U12福岡県選抜チームに選出されるなど、小さい頃からサッカーの才能を開花させていました。全国高校サッカー選手権で優勝経験のある強豪校国見高校に憧れ、国見中学校へ進学しました。中学に3年で全国大会ベスト8に入りを果たし、 U15 長崎県選抜チームに選出されました。中学卒業後、国見高校に進学すると、全国屈指の強豪校で2年生からレギュラーで活躍しました。高校3年生の時にはインターハイ、国体、全国高等学校サッカー選手権大会を優勝し、高校3冠を達成されています。個人では3年時にインターハイ10得点、高校選手権8得点と、それぞれの大会で得点王を獲得する大活躍を見せました。その功績を認められ U19 日本代表に選出されています。高校卒業後はアビスパ福岡など複数チームの争奪戦の結果、セレッソ大阪へ入団されています。その後、ヴィッセル神戸、川崎フロンターレ、FC 東京、ジュビロ磐田など数々のチームで輝かしい功績を収めました。さらにスペインのマジョルカやドイツのボルフスブルクと海外のクラブチームでもプレーし、国内や海外問わず数々のクラブチームに所属してきました。川崎フロンターレに所属していた2013-2015年には史上初の3年連続 J リーグ得点王となり、 J1 で最多の191得点記録を持つ天才ストライカーである大久保嘉人さん。一方で104枚の J1 最多イエローカード記録を持っており、ゴールへの熱い闘争心がうかがえます。しかし J1 通算200ゴール目前、39歳で突如引退を発表されました。多くのファンやチームメートに惜しまれつつ、2021年に引退されました。引退後、大久保嘉人さんは株式会社スウェルが運営するプロの e スポーツチーム BC スウェルの取締役に就任されています。 BC スウェルには韓国人選手や大学院生、調理師免許を取得している人など、さまざまなバックグラウンドを持つ選手が所属しています。プロサッカー選手として輝かしい功績を残してきた大久保嘉人さん、取締役に迎えることでチームのコミュニケーションやメンタルが強まると期待されています。知名度のある大久保嘉人さんの就任で、チームだけではなく国内の e スポーツ界全体の人気がますます高まりそうですね。また今や e スポーツはオリンピック種目に採用される動きが出ているほど、世界中で競技人口が増加しています。近い将来、 BC スウェルがオリンピックで活躍する姿が見られるかもしれませんね。そんな大久保嘉人さんは11月19日放送の週刊フジテレビ批評に長嶋昭弘さんと共に出演し、サッカーワールドカップカタール大会に臨む日本代表の初戦となるドイツ戦を展望し、ポイントを挙げました。日本代表として2010年ワールドカップ南アフリカ大会、2014年ワールドカップブラジル大会に出場した大久保嘉人さんは、同月20日に開幕する今大会でフジテレビのスペシャルナビゲーターを務める。スペイン、ドイツなど強豪と同組で厳しい戦いが予想される日本代表、同月23日の初戦はドイツと対戦しますが、大久保嘉人さんは
ドイツ戦が鍵になってくるのかなと思いますね。そこで勝ち点1取れれば予選突破できる可能性あると思います、と語りました。長嶋さんはドイツ戦を引き分けて勝ち点1は勝ちに等しい、勝ち点3に等しいと思ってますし、グループリーグ突破するための必須条件ですから、とにかく勝ち点1、もう面白くなくてもいい、勝ち点1取れって思ってますよ、もう結果ですよ、ここまで来たら、と力説されました。長嶋さんはスコアについて0対0より蒲田が点取りって1対1、2対2で引き分けるっていうのがチームとしては勢いに乗ると思いますね、と予想し、大久保嘉人さんは僕1対1かな、点を入れた上で2点はちょっと厳しいかもしれないです、と予想されています。大久保嘉人さんは得点者について鎌田選手ありそうですね、と展望されており、それに続いて長嶋さんはあったら1点の重み違うよね、試合したら鎌田選手一番最初に見ますよね、ボール持ってる人が必ず鎌田選手を見ると思います、だから彼にチャンスが来ると思う、と2人とも鎌田大地選手の得点に期待されていました。大久保嘉人さんは絶対守る時間が増えると思うんですよ、その中でカウンターだったりセットプレーっていうのが効いてくると思うの、セットプレーってのがめちゃくちゃ弱いんですよね、今の日本全然可能性感じないので、ミーティングなり練習でやり込んでほしいなと、それが一番鍵を握るかもしれないですね。精度と入る選手と蹴る選手のコミュニケーションというのが大事なんです、とポイントを挙げました。ドイツでプレーする日本選手も多く、ドイツに対する怖さがあまりないという選手の声があると振られると、どんなプレーをしてくるっていうのはわかると思います、けどワールドカップとなるとリーグ戦とはまた違った力を出す、まあそこはねやりながら体感しないとわからないかもしれないですね、本気のドイツ、と語りました。長嶋さんは遠藤選手、鎌田選手、この2人は今大活躍してますし、僕はドイツ代表選手にとってはものすごく嫌な存在だと思うのと、調子の良さというものをそのままワールドカップで思い切って第一線でぶつけてもらいたいなと思います、と対戦国であるドイツで活躍する日本代表選手に期待を込めました。大久保嘉人選手は現役時代フォワードとして多くの得点を挙げてきました。大久保さんが託したい選手は、という質問に対し、僕は上田綺世選手です、フォワードとして全てを持ってるんですよ、ヘディングでもシュートを決めれるし、全てを兼ね備えたものを持ってるのが上田選手なんで、今後日本を背負っていかないといけない選手かなと思いますし、とベルギーのセルクル・ブリュージュでプレーする上田綺世選手を挙げました。長嶋さんもボールキープできるし、スルーパスとか裏抜けるプレーもすごく総合力が高いよね、と上田選手を絶賛し、大久保嘉人さんもバランスもいいですしね、と力説しました。長嶋さんは上田選手24歳じゃないですか、で次のワールドカップ28歳じゃないですか、絶対にこの大会出て感じるもの、得るもの必要だと思いません、と続けると、大久保嘉人さんはここで悔しいって思いもあるだろうし、やれるかもしれないって気持ちもあるだろうし、ここでいろいろなことを経験してもっと大きくなって日本を引っ張ってほしいなと、と24歳の若きフォワードに期待を込めました。グループ突破の鍵となる初戦のドイツ戦、強豪国相手に勝利を収め、グループ突破することはできるのでしょうか。ベテラン選手とともに若い選手の活躍にも期待が高まりますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。